アドルフ・ブッシュは、ドイツのバイオリニスト、作曲家。シビリー・ヘス1891年8月8日、ドイツ帝国、ベストファー練習の人間に生まれる。3歳の頃より、工芸家具職人でありアマチュアのバイオリン奏者であった、父から手ほどきを受け、6歳で初めて人前で、演奏した。その後1九百二年から1九百八年にかけて、ケルン音楽院に在籍し、ビリー・ヘス、 フリッツ・シュタイン・バッハ、ブラム・エル・デリングに支持する。学生時代のブッシュはバイオリニストよりも作曲家を目指しており、ケルン音楽院の卒業記念演奏会では自作のオーケストラのためのセレナードを指揮した。なお、その後は公共曲、バイオリン競争曲、バイオリンソナタを含む180余りの作品を残している。また、ベートーベンのバイオリン競争曲のカデンツァも、 自分で作曲した。ケルーを卒業すると、ボンに移り、フーゴー・グルッターに作曲を学んだ。なお、後にブッシュは、グルッターの娘フリーダと結婚した。また、1907年からは作曲家のマックス・レーガーと交流を深め、その室内楽作品の紹介に努めた。作曲家の目の前で、レーガーのバイオリン競争曲をアンプで弾いたブッシュは、レーガーに気に入られ、 レーガーが1916年に死去するまで、バイオリン曲や室内楽の支援、リサイタルのパートナーとして活躍した。なお、二人は20歳近くと死が離れていたが、解釈についてしばしば激論を戦わせた。ブッシュは18歳で教育課程を終え、ブラームスのバイオリン競争曲を演奏してソリストデビューを果たした。1912年には指揮者、 フェルギナント・レーベの下で、ウィーン・ラクユ協会還元楽団のコンサートマスターを5年間、務めたが、同時にソリスト及び、室内楽奏者としても活躍し、前途有望な新人として、指揮者のビル・ヘルム・フルト・ベングラーや、ブルーノ・ワルターと共演している。また、同じく1912年にはイギリスでのデビューを果たし、第1級の奏者になる、スタイルの純粋さとフレージングの際だった。 美しさは、フリッツ・クライスラー以外に比べるものがないと、激称された。さらに1918年には、ベルリン高等音楽院の主任教授に就任した。このポストは、ヨーゼフ・ヨア・ヒム、そしてその後継者であるアンリー・マルトーが務めてきたもので、最高の名誉を意味するものであるとされた。ただし、前任者二人と同様に、ブッシュもベルリンにおいて、トップクラスのバイオリニストを育成することは、 叶わなかったと評されている。なお、口述のユーディメニューインは、ブッシュがバーゼルに移住した後の弟子である。娘婿のピアニストルドルフ・ゼルキン1919年には、ブッシュ弦楽始終相談を、スイスのバーゼルで結成した。ブッシュは、第一バイオリンを務め、第二バイオリンは、カールライズ、ビオラは、エミール・ボーンケ、チェロは、パウル・グルマーが務めた。なお、 第二バイオリンのライツは1920年にゲスタ・アンドレアソンとビオラノ・ボーンケは同年パウル・ドクトールと交代している。また、チェロのグルンバーはブラームスのバイオリンとチェロのための二重競争曲のソリストとしてもブッシュと共演しているが、1930年に減額四重相談を脱退している。なお、この頃ブッシュはルイーゼ・ボルフが切り盛りする。 音楽事務所ボルフザックスの所属アーティストとして活躍した。また、1922年には、ルドルフ・ゼルキンと出会い、デュオを結成した。さらに、アドルフの弟であるチェリストのヘルマン・ブッシュを交え、トリオとしても活動した。1927年に、バーゼルへと移り住み、ユーリメニュー委を指導した。また、1931年には、アルトゥロ・トスカニーニが指揮する。 ニューヨークフィルハーモニックと共にアメリカデビューを果たした。なお、トスカニーニはブッシュが尊敬する指揮者の一人であり、1920年にミラノでトスカニーニのリハーサルに立ち会った際、ブッシュはその妥協のなさに感銘を受け、練習量を増やしたとされる。トスカニーニもブッシュの演奏に感動し、ニューヨークフィルハーモニックの海外ツアーのゲストソリストとして招くと共に、 バッハの解釈について教えを求めた。ブッシュが海外で活躍する中、1933年にドイツで権力を掌握したナチスは、ドイツ的バイオリニストとして世界的な人気を博していた音楽家でヨーゼフ・シゲティと並んで、ヒュダヤ人の一流バイオリニストであったブッシュがベルリンに戻ってくることを熱望し、様々な交渉を持ちかけたが、 ナチスの態度に反対していたブッシュはこれを断り、第二次世界大戦後に至るまでドイツでの演奏活動を断念した。1935年には、フィレンツェ5月音楽祭のために、イギリスでブッシュ室内管弦楽団を組織し、ヨハンセバスティアンバッハ作曲のブランデンブルク競奏曲を演奏した。このコンサートには、ブッシュ弦楽四重相談のメンバーらと共に、 アドルフ・ブッシュの娘である、バイオリン奏者、イレーネ、チェロ及びビオラダ・ガンバ奏者として、アウグスト・ビン・ツィンガー、ブランシュ、オネゲル夫妻、コントラバス奏者として、クロード・ホップティラーが参加した。また、著名な音楽家たちがソリストとして登場しており、アドルフ・ブッシュ自身のほか、フルート奏者のマルセル・モイーズ、オーボエ奏者のイブリン・ロスウェル、ファゴット奏者のポール・ド・レーバー、 ホルン奏者のオーブリー・ブレイン、デニス・ブレイン、フランシス・ブラッドレー、トランペット奏者のジョージ・エスクデール、ピアノ及びコンティヌを奏者として、ルドルフ・ゼルキンが顔を揃えた。1935年以後も、ブッシュ室内還元楽団は、活動を続け、アドルフ・ブッシュがアメリカに渡ってからは、ヘルマン・ブッシュ、モイーズ・ウフ氏、オネゲル夫妻、ルドルフ・ゼルキンらの協力のもと、 より大きな編成のアンサンブルとして再編成された。なお、このブッシュ室内還元楽団が発展して、後にマールボロ音楽祭還元楽団となった。また、同時期に弟のチェロ奏者ヘルマン、娘向子のピアニストであるレドルフ・ゼルキンと共にトリオを結成している。さらに1939年には、ヤッシャハイ・ヘッツ、ナタン・ミルシテーン、オスカー・シュムスキー、 ウィリアム・プリムローズ、エマヌエル・フォヤマン、グレゴール・ピアティゴルスキー、アルフレッド・ウォーレンスタインらと共に、チャタム・スクエア音楽学校のための事前事業として、子供たちのオーケストラを結成し、アルトゥーロ・トスカニーニの指揮の下で演奏会を開いた。ナチスの台頭により、ドイツでの活躍の場を奪われたブッシュは、1940年にアメリカに渡った。アメリカでも、 ブッシュ弦楽四重相談として活躍するとともに、娘向子のピアニストであるレドルフ・ゼルキンとのデュオを行った。また、常実の通り、編成の変化を伴いながら、ブッシュ室内管弦楽団の一員としても活動を続けた。1952年6月9日、バーモント州のギルフォードで死去。ドイツ系の作品を中心に演奏しており、 ベートーベンのバイオリン競争曲を生涯で203回演奏した。また、ブラームスのバイオリン競争曲を144回、モーツァルトのバイオリン競争曲第5番を70回、バッハのバイオリン競争曲第2番を58回演奏した。さらには、1919年と1931年に、バッハの無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータの注釈版を出版した。 1930年代から活発に行ったレコーディングでもドイツ系の作品を多く取り上げており、その他の国の作品としては自分が編曲したアンコールピース用のイタリア作品があるのみである。なお、アメリカ亡命は HMV に、亡命後は米コロンビアにレコーディングを行った。また、バッハの無伴奏バイオリンのためのパルティータ第2番、還元楽組曲及び、 シューベルトの大幻想曲全曲を世界で初めて録音している。工芸家具職人の父はアマチュアのバイオリン奏者であり、オーケストラを組織していた。8人兄弟のうち、兄のフリッツ・ブッシュは指揮者となり、しばしばアドルフと手紙でオーケストラに関する話をしていた。また、弟のヘルマン・ブッシュはチェロ奏者、娘のイレーネはバイオリン奏者となった。さらに、 兄弟のうち一人は俳優になった。アドルフの娘イレーネと1935年に結婚したルドルフ・ゼルキンはピアニストで、ヘルマンを交えてトリオを結成するとともに、ブッシュ室内管弦楽団にも参加した。ヨーゼフ・ヨアヒム以来のドイツ風の演奏を受け継いでいると評されており、バイオリニストのナタン・ミルシテーンはブッシュについて、パガニーニの起奏曲を輝くばかりに演奏するかと思えば、 ベートーベンの競争曲を深く演奏することのできる、優れたバイオリニストだったと述べている。また、ルドルフ・ゼルキンとのデュオも評判が高かった。晩年は演奏技術に陰りが見られることもあり、第二次世界大戦後にブッシュと共演した指揮者のゲオルグ・ショルティは、優しく温かみのある人だったが、演奏家としては森を過ぎ、かつての名手の影防止でしかなかったと評している。 同様に、上実のミルシテインも、心臓に疾患があり、人生の終わりに向かいつつ、かつての激しさで演奏することは難しくなっていたと、述べた。また、ピアニストのクラウディオ・アラウは、アメリカに来て渦もれてしまう才能との一人として、ブッシュの名を挙げており、人々は少しも彼を認めませんでしたと語った。ただし、そのような技術の衰えを経ても、なお、 彼と個々の聞き手一人一人との間に非常に個人的な触れ合いが存在するような感じが生ずるのであったとも評されている。ベートーベンやブラームスの解釈で名を馳せ、ドイツの弦楽四重相談は、ヨーゼフ・ヨアヒムが組織した弦楽四重相談から、ブッシュ弦楽四重相談に至り最高のレベルに達したと評価された。日本での人気も高く、ブッシュ四重相談の演奏をした。 ラズモフスキー第1番の復刻版は1ヶ月で5000枚を売り上げた。また、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団で主席第2バイオリン奏者を務めた夫シュトラッサーは、ヨーゼフ・ヨアヒムの弦楽四重相談、アルノルト・ロゼの弦楽四重相談と並び、ブッシュ弦楽四重相談のことを偉大な弦楽四重相談と評している。リチャード・オズボーンは、ヘルベルト・フォンカラヤンによる、 ブランデンブルク競争曲の録音について、ユーリメニューインや、ベンジャミン・ブリテン、そしてアドルフ・ブッシュの録音の系譜にあると述べている。バイオリニストのユーリメニューインは、バーゼル時代のブッシュから指導を受けた。なお、ブッシュは、若きメニューインに、人前で演奏せず、まずは、勉強に専念するように悟したが、対照的に子供時代のダニエル・バレン・ボイムには、人前で演奏することを勧めた。 後に指揮者となったヤッシャ・ホーレンシュタインはウィーンでブッシュに指示している。また、指揮者のカルロマリア・ジュリーにはオーケストラ団員としてブッシュと共演しており、後にその影響を語った。ありがとうございます。